主様、旅の準備を整えてより充実した冒険をいたしましょう。行きますよ。断ち切りましょう。世界を沸かす極光ディバインレイン。一人がかりで世界を変われ。遅れは止まる。オーロラサンクチュアリ、お困りですか。ミラーミラー任せて。一撃必殺、超全力全開プリンセスストライク。そこで世界を沸かす極光ディバインレイン。支援しちゃうよ。支援しちゃうよ。挑戦者引き出す。もう一人の私よ、未来に私の新たな力、オーロラサンクチュアリ。そこは世界を沸かす極光ディバインレイン。一撃必殺、超全力全開プリンセスストライク。強くなれそう。せーの、世界を沸かす極光ディバインレイン。いや、私の出番だね。世界を変われ。お困りですか。ミラーミラー、遅れは止まる。オーロラサンクチュアリ、一撃必殺、超全力全開プリンセスストライク。カット切ります。クラー、世界を沸かす極光ディバインレイン。クラー、もう一人の私よ、ミラーミラー、私の新たな力、オーロラサンクチュアリ。そこで支援しちゃThank you.
お腹空いていませんか。ほらほらカッパン強くやられそう。ズバッと任せてくださいまし。世界を沸かす極光リバインレイン。世界を変われ。遅れは取れません。オーロラサンクチュアリ。お困りですか。ミラーミラー支援。まだ見てて見てて。超全力全開プリンセスストライク。世界を沸かす極光ディバインレイン。お腹いっぱいの未来のために。受け取ることができる報酬があるようです。確認してみてください。ギルド管理協会です。討伐証をお持ちでしたら。お疲れ様です。ギルド管理協会。お疲れ様です。入るんだって。もらえるものはもらっておきましょう。
始めましょう。精霊よ強くなぁ。超絶力展開プリンセスストライク。そこだらけです。お疲れ、ネネカ。私のおかげで勝てたよね、アキラ。私の真似とはいい度胸ですね。もう一人は未来未来超全力展開プリンセスストライク。ひどいか。すべてオーロラサンクチュアリスロット。お疲れ、ネネカ。私のおかげで勝てたよね、アキラ。私の真似とは未来にプリバインベイン。精霊よ、あたしの出番。世界よ変われ。お疲れ、ネネカ。あたしのおかげで勝てたよね、アキラ。私の真似とはいい度胸ですね。サレンさんは私と同じように高みを目指すお方だからこそ。ゆかりさん、なんであなたがここに？まさか、みふえさんがおっしゃっていた臨時のバイトというのはこちらのスタッフでしたの？それに、バラを横取りしようとは一体どういうおつもりで？ゆかりさん、私からも言わせてください。確かにあなたにはイベントを盛り上げるキャスト役もお願いしていますが、ちょっとやりすぎではありませんか？ああ、もう時間
君、今すぐそのバラをできるだけ大きく空に向かって投げて。みんなは今すぐ伏せて。どうやら冗談ではないようですわね。皆様、ゆかりさんを信じて言う通りにしてくださいませ。聖なる盾よ、みんなを守って。何が起こったのか全く理解できていないが、とにかくゆかりさんって人のおかげで助かったみたいだぞ。まあ自分の仕事をしたまでよ。みんなが、君が無事でよかったわ。本当にゆかりさんがいなければどうなっていたことか。でも魔法のバラが爆発するなんて、まさか魔力が暴走したとか。魔法のバラに暴走するほどの魔力はありません。ゆかりさん、あれは正真正銘の爆弾だったということでしょうか。ええ、実はそうなの。私たちはずっとある男について調べてたんだけど、びっくりなことがいろいろ分かって、さてどこから話していこうかしら。ローズメンさんが言ったように、あの魔法のバラは偽物、次元爆弾だったの。本物のバラは盗まれたわ。まさか魔法のバラを盗むためにこんな大掛かりなことをしたってこと？だとすれば、一体どこの誰が？ガストンよ。というよりガストンの偽物ね。本物の方と会ってきたけど、パーティーの存在すら知らなかったわ。おそらく手紙を盗んだんでしょうね。偽物？ガストンさんではないとすれば、本当に何者なのですか、彼は。本名も本当の顔も不明。世界中の美術品や骨董品を盗む賞金首の大泥棒よ。盗まれた品は数百にも及び、犯行後はいつも会場を爆発させて、現場が混乱している間に姿を消すの。ややこしいからこのままガストンって名前で呼ばせてもらうけど、ガストンは魔法のバラを手に入れる準備を進めていたわ。別の顔と名前を使ってパーティーの前夜に美設スタッフとして潜入、イベントの計画書も入手してゲームで有利になるよう細工したの。最初はゲームに勝って堂々とバラを手に入れるつもりだったけど、あなたたちの活躍でその計画も失敗。だからあいつは予備の作戦を決行したわ。セレモニーの前、ローズメンさんが魔法のバラをスタッフに預けることは知っていた。だからスタッフに変装してすり替えたの。ちなみに本物のスタッフは倉庫で眠ってるところを保護したわ。ペアを組んでたナンシーさんに聞いたところ、脱出ゲームが終わった後ガストンは行方不明になっていた。その頃ガストンの隠れ家からバラの小型爆弾を発見したって玉木さんから報告をもらったの。それで会場に近かった私が慌ててこっちへ急行したってわけ。ゆかりさんのことですから、ガストンの行方はつかめていますわね。ええ、美冬さんと玉木さんの二人が追っているわ。捕まるのも時間の問題。大きな事件にもならなかったし、このままパーティーを続けても問題は。ゆかりさん、まずいですよ。会場に設置されていた雪だるまが突然動き出しました。
しかも参加者を狙って攻撃してます。これって絶対あいつの置き土産ですって。次から次へと、今度はあのでっかい雪だるまで証拠を抹消するつもり。ゆかりさん、私たちがあの雪だるまを止めます。その間に皆様の避難誘導を。分かったわ。あなたたち、秋野さんたちを手伝ってあげてくれる？え？僕もですか？美しい女性に頼まれてしまったからには仕方がありませんね。むしろあいつをガストンだと思ってボコボコにしてやりましょう。あの人がこんなひどいことをしているの、そのために全てを、私を利用したの。でも私も同罪だわ。だって一番彼のそばにいたのは私だもの。気づく機会はいくらでもあったのに。でも私は自分の恋に夢中で。ナンシーさん、そんなとこで何やってんだ。ここにいたらあの雪だるまの化け物にやられちまうぞ。早くゆかりさんのとこさ行かねえと。ウィルさん、私なんか助けようとしなくていいのよ。こんなバカな私なんて天罰が下ればいいんだわ。ナンシーさん、それはダメだ。悪いのはあいつでナンシーさんじゃねえし、ナンシーさんが怪我しちまったら俺は悲しい。あん時はちゃんと言えなかったけど、俺はナンシーさんのことが大好きだからさ。そういうことだからナンシーさんはちゃんと逃げてくれよ。ウィルさん、どこへ行くつもりなの？そっちはあの雪だるまが。オラに勇気をくれた人が戦ってんだ。だから今度はオラが助けねえと。大丈夫、いつも凶暴な牛の相手をしてっから。それじゃあ。牛って一般市民なのにそんな危険なところへ行くなんて。ナンシー、そういう人たちを守るあなたが悲劇のヒロインぶってメソメソ泣いている場合じゃないわよ。私も戦わなくちゃ。このリボンの持ち主に恥じないように。雪でできてるんすか？実は中に石とか入ってるじゃないすか。ほら、あいつそういうの平気でやってくるじゃないすか。口数が多い。ほら、相手がひるんでいる間に攻撃する。サレンさん超スパルタス。でも俺はかなり頑張ってる方ですよ。先輩なんて。ちょっと休憩。あんな格好つけてたのに先輩超弱ですね。うるさい、僕の武器はこの頭脳なんだよ。そもそも貴族様にこんな肉体労働できるわけないだろう。いや、そうは言いますけど、あれ私の手厚いおもてなしはまだこれで終わりではなくって。よ、あれは秋野様だからな。なのにあの雪だるま全然倒れる気配を見せないし、これはちょっとピンチなのでは。でも、ほらだけじゃねえんだ。ほら、
デビュタントシャングリラにご参加の皆様、私ローズメンよりお知らせいたします。これより始まるのは特別なプログラム、スノーマン討伐でございます。皆様どうか力をお貸しください。よう、あんた俺を覚えてるか。グループお見合いの時、あんたが場をつなげてくれたから彼女ができたんだ。そのお返しをさせてもらうよ。私も一人で心細かったんですけど、あなたが話しかけてくれたからセリーちゃん仲間ができたんです。大切なこのパーティーを壊されたくありません。だから、そういうわけで私も参戦するわ。大丈夫、誰一人怪我なんてさせないから。そっか、あんたが繋いだ絆は私たちだけじゃない、みんなとも繋がってたのね。さすがだわ。私やる気がさらにみなぎってまいりましたわ。皆様で心を一つに、あいつを倒しましょう。え、それじゃあ私がみんなの身を守るわ。だから攻めて攻めまくって。しゃあ先輩、あいつの足を狙いましょう。いいね、徹底的にスネを狙ってやる。そりゃあ、おらたちも行くぞ。皆様の一点集中攻撃効いていますわ。このチャンスを逃してはなりませんことよ。ええ、ゆかりさん、どこかに弱点があると思うんだけど、どこを狙えばいい？頭の部分にあるドリルが見える？あれが手動装置よ。壊せば止まるわ。故障して暴走状態になった？みんな危ないから下がって。腰が抜けて動けねえ。まずい、潰される。ウィルさん、やすんげえ、一撃であの雪だるまに穴開けちまった。大丈夫ですか？どうぞ私の手に捕まって。へえ、ありがとうございます。でもなんでこんなところにナイトメアの団員さんが。ミエルさん大丈夫？あなた誰かの要請で駆けつけてくれたの？にしても随分と早い到着ね。どこの部隊の人？名前は？はっ、サレン元副団長ナンシーです。知らなかったとはいえ、あの男にまんまと利用され、悪事に加担しようとしていた愚かな自分を清算しに来ました。え？ナンシーさんなのか？はい、私はサレンさんに憧れて団員となりました。あなたが拾ってくださったリボンもサレンさんが落としていったものをそのままお守りにしていたんです。将来の夢もサレンさんのような騎士になることでしたが、いえ、余計なことを話しました。それよりもどうぞ化け物にとどめを。そうね、ナッシーさんはウィルさんを連れて避難して。私たちはこのままあいつを叩くわ。それと生産なんてしなくていいから、偉くなったら会いに来て。もちろんそのリボンでおしゃれしてね。応援してるから。サレンさん。はい、サレンさん、ユカリさん、あなた様、フィナーレを飾る準備はよろしくて。私はいつでも。それじゃあ、あんたお願い。聖なる盾よ、彼女たちを守って。やー！
待つにゃ。前には行かせないにゃ。あら、引き返せないわよ。それとも私の相手をする？しつこい連中だ。だが俺に近づくなよ。じゃないとこの爆弾を。そうだ、そのまま下がれ。対策も講じていないとは間抜けな連中だ。アバよ、今魔法のバラが光ったか。いや、気のせいか。この後に及んでそんな子供騙しとは、そんなバカなことがあるわけ。まさか雪だるまが爆発してクリスマスツリーが燃えちゃうなんて。つまり魔法のバラは全部なくなっちゃったのよね。ええ、もちろんあれは貴重なツリーではありますが、皆様にとっては共に愛を育んだ大切な思い出そのもの。落ち込んでいらっしゃる方もいましたが、いくら超超お金持ちの私でも黒焦げのバラを元には戻せませんし、こればっかりは誰にもどうにもできませんわ。でも悪いニュースだけじゃないわ。ほら、あのガストンが捕まったんでしょ。なんでか黒焦げになって。ええ、美冬さんと玉木さんが教えてくださったのですけれど、巨大な雪だるまの頭が飛んできてあの大泥棒に直撃したそうですよ。おそらく私たちが倒したあの雪だるまの頭ですわね。へえ、すごい偶然もあったものね。というか奇跡に近い。人の愛を盗もうとしたから天罰が下ったのかもね。はあ、なんだか疲れちゃったわね。そろそろ帰る支度でもしようかな。そういえば、あいつはどこ行ったのかしら。ああ、ローズメンさんに呼ばれて行きましたわ。ああ、シンデレラボーイ、急にお呼びして申し訳ありません。燃えてしまったクリスマスツリーを片付けたいのですが、手伝っていただけますか。すみませんね、無残に散った魔法のバラを見ているとどうにも手が進まなくて。実はですね、私はこの魔法のバラが皆様をあの雪だるまの爆破から守ってくれたのだと思っています。あの時私は確かに見たのです。
皆様を包み込む不思議な光を。あの輝きはきっとお互いを思い合う心そのものだったのでしょう。シンデレラボーイ、本日は参加いただき改めて感謝いたします。未来のランドソルを背負う若者たちが私に見せてくれたのは、愛でつながり合い、愛で立ち向かう、そんな奇跡の共演でした。しかし皆様にとって今日の思い出は、悪意によって燃え尽きたこのバラのようなもの。きっと悲しい記憶になってしまうのでしょう。せめて奇跡が起きた瞬間を、美しく咲いたあのバラの姿を覚えておいていただきたい。しかしそれももう叶わぬ夢ですね。できるというのはどういう意味ですか？なるほど、あなたの筋書き、なかなか興味深いですね。万に一つその奇跡にかけてみる価値はあるかもしれません。ウランをすべて話してください。必要なものはすべてご用意しましょう。皆様、お帰りの前に今一度私の話を聞いてはいただけませんでしょうか。あれ、ローズメンさん、何を始めるつもりなんだ。皆様、ここにはもう特別な設備も特別な料理もありません。しかし特別な皆様がおります。いかがでしょうか。皆様でもう一度ここからパーティーを始めてみるというのは。賛成。ゆかりさん、ちょっと外野なんだから静かにするにゃ。いいじゃない、それに私は警備員でありキャストでもあるのよ。みんなを盛り上げてこそのキャストじゃない。それにみんなで大きな困難を乗り越えたのよ。お疲れ様会っていう名目で始めてみるのもいいんじゃないかしら。それいいな。俺は彼女がいればどこだっていいんだ。みんなでまた始めようじゃないか。うん、私もまだシェリーちゃんのこと話し足りないし賛成します。皆様、賛同いただけて感謝します。それでは皆様、スタッフの指示に従って会場の中央へお集まりください。さて、秋野さんとサレンさんはこちらへ来ていただけますか。お二人をお待ちしている方がおります。お待ちしている方とはやっぱりあなた様でしたのね。見慣れたウィスタリア家の飛空艇もあなた様が一緒だと特別新鮮な気持ちになれますわ。それで私たちをこんなところへ呼んだりして、ローズメンさんと一緒に何を企んでるの？それはもちろんとびっきりのお約束ですよ。愛のバラは暴力の前に枯れてしまいました。しかし心配はいりません。愛は不滅なのですから。ご覧いただきましょう。心優しきシンデレラボーイによる聖夜のショーを。
これは魔法のバラね。クリスマスじゃなくてローズクリスマスだにゃ。今日はたくさんお小遣いも稼げたし、悪者もやっつけられたし、みんなとクリスマスを過ごせてすっごくハッピー。今夜はたくさん飲もうよ。しょうがないわね、ゆかりさんは。今日くらい付き合ってあげるにゃ。それじゃあ、本日の私たちの大健闘と友情を祝して乾杯。確かにこれはお約束ね。それもとびっきりのですわ。ねえ、アキナさん、何ですの？私、もうちょっと頑張ってみようと思うの。まっすぐ自分の思いを伝える素直なアキナさんみたいにね。それなら私も一層励まないといけませんわね。信じた相手を信じ抜く、そんな強さを持ったサレンさんみたいにですわ。すんげえ綺麗だな。あのおおおの、ナンシーさん、よければお話をさせてください。あなたさえよければ。くっ、あんな可愛い彼女を捕まえて、なんて羨ましいやつ。まあまあ先輩、先輩だって頭いいし、まあまあかっこいいし、彼女すぐできますって。まあね、なんたって僕は身も心も美しいから。今回僕の女神を見つけることはできなかったが、お前という同胞ができたことは。あ、来た来た、先輩紹介します。さっき知り合ったんですけど、僕の彼女です。こんばんは。あなた様、ありがとうございました。私、こんな素敵な贈り物をいただくのは初めてですわ。うん、私もちょっと感動しちゃったっていうか、つまりね、今日はとっても楽しかった。盗まれた魔法のバラ。そうですのね、無事な花が残っていてよかったですわ。一本あればまた栽培できるもんね。それであんた、この魔法のバラこのまま持ち帰ることもできるけど、どうするつもり？そう、
預けるってことは、いつか受け取りに行くってことよね。一人を選ぶその時に。サレンさん、延長戦を申し込みますわ。これは長いバトルになりそうだけど、いいわ、受けて立とうじゃない。あんたも鈍感ね。それは乙女の秘密ですわよ。さて、せっかくだから乾杯しましょうよ。ええ、それではこの特別な夜に起こった愛の奇跡に乾杯。とあなた様は幼なじみでしたのね。宮宮から抜け出して会っていると、なんだかドキドキしますね。お月の護衛もいませんから、あなたが守ってくださいね。特定の条件を達成すると、報酬がもらえますよ。頑張りましょう。